こんにちは。こんにちは。セレクトショップアップダの北です。山下です。今日は、はい、いよいよ、いよいよじゃないかそれコフタの、はい、ストレッチブロードシリーズに新作2方が入荷しましたので、はいはい、ご紹介したいと思います。はい、待ってました。待ってましたね。はい、はい、まずは、はい、トップス、はい、ノースリーブ、フレンチスリーブ。フレンチスリーブはね、一見見た感じはノースリーブかと思ったけど、はい、着てみたらしっかり肩幅の広い私でもしっかりフレンチスリーブあって、はい、肩がここを隠れてるの嬉しい、ね、あるので、はい、フレンチスリーブのトップスですね。一番これから成果に向けて着ていただくようなデザインになってます。これの特徴ね、面白いのはね、さっきこれ言いかけてあれだったんだけど、面白いのはここがね、こうくるっとこう丸くなってるのが分かると思うんですけど、こうそうなることで体がこうちょっとこう浮いて、ふわっと体がこう立体的に浮いてくれる、うんうん、そして綺麗にすっぽりとお尻が隠れてくれる。本当ですね。はい、結構お尻が、私は扁平なんですけど、綺麗にいい感じに立体的に見える、うんうんうん、し背中が浮いてるから夏涼しいと思う。これ あと後ろがジャージで、うんうん、切り替えた下は不白で、そう前は不白、前は不白なんだけど、ここだけ、背中のここだけだから柔らかい、すごい、うん、で、ちょっと面白いのはここはボタンとかでね、ちょっとだけここスリットあるんですよ。本当なんていうのかな、数センチだけなんですかね、それは。でもこれあることで、うん、脱ぎ着をなんかボタンとかしなくても、そう、そのままこう切れて、だからファスナーとかボタンとかもなくて、はい、本当にちょっとの、はい、スリットになってます、うんうん、でもだからイージーに脱ぎ着ができるんだけど、うんうん、首のつまみも詰まってるんですよね、はい、うんうん、なんかそれも、そうなんかそれだけで結構ワン、うん、なんかこうステップがないっていうか、確かに、そう、うん、なんか夏の T シャツよりも綺麗に見える。もう見た感じはブラウスじゃない、うん、ブラウスです、ね、うん、不白のブラウス、ブラウス。でも背中がジャージだから、うん、すごい着心地も軽くて楽に着られる、うん、肩幅が狭いと泳ぐんですけど、うんうんうん、後ろがジャージだと、うん、ここが摩擦で、あ、確かにここが体に沿うからだ、うんうん、それもいい。そうだね、そう、フリーサイズなので私と山下さんってどっちか体型反対なんだけど、うんうん、同じサイズ着てます。そうです、ね、でもどっちが着ても全然綺麗に違和感ない。デザイナーさんだからなんかこだわる、ちょっとここをこう前にこう来てるから、この幅が結構体の幅もこう細く見えるっていうところもなんかポイントだとおっしゃってました。こうスリットの入り具合がこのサイド、この後ろっていうとちょこっとこうスリット使いがあることでちょっとこう形に変化ができているんだと思いますね。あとタックが2つっていうんですかね、うん、はい、入ってます。立体的に、うん、私は立体的なんですけどでも立体的に見えるよね。見えます。結構こう立体的じゃない人は立体的に見えるし立体的な人はここが体の中で綺麗に収まってくれるから、ね、そうですね、うん、普通だったらここまで立体だったらもうその先スッていっちゃうけど、うん、バフッと上がってるみたいな、うんうん、これはなんかこう角度がついてるか、そうだよね、なんかこうここの中でいろいろなものをきれいに隠してくれてる感じがする。色が私の白、うんうん、北さんのスカイ、スカイ、うん、このライラックで、ダークネイビー、ブラック、これは前回までと同じカラー展開ですよね。そうですね、うん、でこれが新色に、このモデルに新しい色で、うん、新色だ。これはなんていうかな、まあでもロイヤルブルーみたいな、そうですね、ロイヤルブルーみたいな、ね、ロイヤルブルーみたいなふうには書いてない、はい、はい、あとでまたそっちに書いてもらう。私が履いてるパンツの色ですよね。すごい綺麗な、すごいなんかパキッとこう、多分日差しが強くなったらめっちゃなんか映える、うん、映える色だと思いますね。色の差がジャージと琥珀で白とライラックとこの水色はほぼ変わらない、あんまり変わらない。あ、でもね、ネイビーもちょっと違うよ。ブルーが結構ちょっと違いますね、うん、はい、ここでこうちょっと生地のこう切り替わってるのが分かるかな。製品染めだから一緒の色で染めてるんだけど、染まりの色がちょっと変わるんだろうね、うん、はい、はい、で下パンツは
結構去年割とそのリクエストがあって待望の子でできたって感じなんですけど、クロップド丈のパンツです。腹巻き付き、腹巻き付きのクロップド丈のパンツです。もうすでにあるタックテーパードパンツよりもちょっとスリムで、うんうん、でもすでにあるスリムパンツよりもちょっとここちょっとまたにゆとりがある、はい、間くらいで、あのそのスリムパンツよりもだいたい股下が 12,3 センチぐらい短くなっていて、サイドにスリット、サイドじゃないって感じ、そうですね、サイドにスリットが入ってる。でもスリットも本当こうやって足をこう広げるとちょっと出る程度ですね、うん、あとあれかな、うん、そのなんだっけ、細いのは外ジャージだったけど、うんうん、こちらは内ジャージ、違う、その細いのは両方ジャージ、両方ジャージか、両方ジャージだったら、これは内だけジャージ、内だけジャージになってますちょっとポケットの、ポケットの付き方は一緒かな、一緒ですね、うんうん、ここのサイドがジャージじゃないっていうのと、スリットが入ってるっていうのと、ちょっとシルエットが少し太くなってるっていうのと、うん、あと着丈の長さが 12,3 センチ違っているっていう違いになります。で、ね、はい、で色は、うん、こちらもブルーは新色で、うん、このモデルにしかない、はい、ボトムだと、はい、で逆にグリーンはスリムにはあったんですけど、こっちにはないと、はい、だからシルバー、色はだから、いろんなたくさん色が全部あるので、こうやってこうワントーンでオールインワンみたいに着てもアイラインですごい綺麗だし、あの今私たちが着てるみたいに配色でこう着てもいいし、あの下を薄い色で上を濃い色にしてもいいと思いますし、これもいろんな組み合わせが楽しめるようになっています。で多分この細身の形と今まであったこのスリムパンツの、まあ、これじゃないスリムパンツとそのシルエットと長さがやっぱり迷う、結局これしかなかったんじゃなくて、はい、似た形が2つになるので、うん、迷うかといらっしゃるかなと思うので、ちょっとこっちのパンツと着比べてみようと思います、はいはい、あ、ちなみに、うん、今履いてるこっちのモデルのサイズは、うん、私が0、はい、はい、私は2、0、1があります、はい、はい、3サイズ展開、はい、同じです。じゃあまた細いやつも私が0で、はい、北さんが2を履いてみます。はい、はい、まあ、スリムパンツに着替えてきました2人とも、はい、もう履き比べたら全然長さが違う、やっぱり 12,3 センチ違って全然違うよね。私はもう完全にフルレングス、うん、ゼロを履いてるんですけど、うん、まあなんならちょっと長いワンクッションぐらいあるよね、はい、うん、あるよね、うん、お客様によってはこちらは詰める、うん、竹詰め、うん、する方も、結構多かった、もう本当に15センチぐらい竹詰めするって方も結構いらっしゃったので、まあ、それのもあってちょっとリクエストしていて今回クロップ丈ができたんですけど、私170センチでもう本当にちょうどくるぶしより上ぐらいだから、結構こっちはなんかやっぱり早い時期、なんかこれ入ってきた時ってまだ全然寒かったから、その時は肌が足首見えたら寒かったので、うん、ちょうどこのフルレングスが良かったんだけど、うん、まあ、ようやくちょっと肌見えてもいいかなぐらいの時期になってきてから、ちょっと短い丈もできたって感じですよね。あと、まあ、サンダルをこう履く時に、うん、フルレングスとサンダルっていうのがちょっとバランス的にこうぶつかっちゃってどうかなっていう時はさっきのクロップ、クロップがいいよね、うん、スニーカーだったらまあこれもいいのかな、そうですね、うん、感じがする、うん、はい、そうですね。あとこの辺とかもこう外側がジャージなのもあり、うんうん、多分ちょっと細い、細いね、ここの渡りが細いよね、うん、これもなのでほんとスキニーっていうか、うん、感じがするよね、はい、うん、まあこれはあんまり変わんない、ここは変わんないよね、はっきり言って、ここはもう楽なのは一緒、一緒です、うん、でもね、お尻周りもそんなには変わんない感じだけど、結構渡りがとここの膝、ふくらはぎは違うかなって気がします。そうですね、うん、まあ、きついとかも全然ないんですけど、ね、全然ない、うん、ピタッとよりフィットする感じがありますね、うんうん、はい、こちらは、うん、あ、そうそう、さっき、うん、あのこの形にはない色はグリーンって言ったんですけど、うん、こっちの色もなかったわ。そうだね、霞も、はい、ありますね。その代わりブルーが、うん、すごく綺麗なブルーが、ブルーが、新型にはクロップ丈にはあります、うん、あります。さっき私が入ってたやつだよね、はい、あと、うん、シルバーもない、シルバーもないね、うん、
でもこのパンツ短い丈のパンツとフレンチスリーブのこのトップスが増えたことで、うん、結構このストレッチ、コフタのストレッチブロードシリーズ、うん、オーバーダイシリーズが、もう10肩くらいに、8ぐらいあったから、トップスが3肩、スカート2肩、パンツがこれで4肩になるということ、うん、ワンピースがいい、ワンピースがいい肩なので、多分ね半年間これだけでできると思うな。うん、確かに。で、冬はスポンティー、そうそうそう、簡単になって、なんかそれぐらいもうまたさらにコーディネートの幅が広がったかなと思いますね。はい、色もたくさんあるし、気分も変えられるし、はい、いろんなシーンでいろんなコーディネート楽しんでもらえたらなと思います。はいはいはい、じゃあこちらも含めぜひコフタを、はい、着てみてください、はいはい、では最後までご視聴ありがとうございました、はい。